のお前。ほら。面倒はごめんだぞ。
な無理や。行っちゃった。今島田雄平、恩師、今日に来ちょったのかい。人違いだ。ちょ待ち、何言うがじゃ、ヒット。脱奔してからどこにおったかじゃ。覚え出すな。ありゃ、新選組ぜよ。やばい、逃げるがじゃ。逃げやがった。おい、捕まえろ。もう大丈夫だ。所詮新選組は田舎者の集まり。入り組んだ京の町で奴らを巻くのは簡単だ。あんたは？おっとっと、せっかく新選組やり過ごしたってのに勘弁してくれる？俺もあんたと同じ、叩けば埃が出る身だよ。
そうかい。じゃあな。あんたさ、天然理心流の使い手は見つかったのかい？なんだと？誰なんだあんた。気がつかなかったかな？さっき道場にいたんだけどさ、てまあ陰に隠れて話を聞いてただけなんだけど。いや、悪いとは思ったんだけど、ついつい盗み聞きしちゃってね。そういうの大好きでさ。あんたは誰だと聞いてるんだ。ああ、そうか。俺は長州藩の新堀松助。これでも一応勤王の志士ってやつだ。おかげで幕府や新選組からは目の敵にされちゃってるんだけど。なるほど。それじゃあ新堀ってのは偽名か。まあ初対面だし偽名で勘弁してくれ。けどあんたの剣の腕俺に預けてくれるってんならいずれ本名も教えるよ。何？実はさ、今京の道場を回って剣の腕の立つ男を探してるんだ。どうしてそんなことを？いや、近々ちょっと人騒動を起こそうと思っていてね。誰にも負けないって剣の使い手が必要なんだよ。あんただったらうってつけなんだけど、どう？あんたの本名に興味はない。予想当たるんだな。釣れないな。それじゃあ、そうだな、まずはあんたに一つ恩を売っておこうか。うん。これでも俺長州藩切っての情報通って言われててね。情報の仕入れ方には精通してる。そうなのか。それがどうした？あんたのやり方は古い。普通じゃない情報を仕入れるのに普通の情報屋を使うのは考えもんだよ。まあ懐の事情もあるんだろうけどね。俺の見たところ、あのカラスとかいう情報屋、あれ普通も普通、超普通だ。じゃあどうすればいいんだ？もしあんたがまだ天然理心流とやらの使い手を置きなら、俺がこの京で一番と言われる情報屋を紹介しよう。見返りをよこせとは言わない。こいつはあんたへのお近づきの印だ。聞く気はあるかい？ああ。その情報屋は貧民街の奥、西の河原と呼ばれるところを根城にしてる。通称西の風呂屋。西の風呂屋。依頼主に情報を渡す場所が必ずどこかの風呂屋なんだよ。なるほど。これから俺の方でそいつに天然理心流の使い手を調べておくように手配しておく。あんたは日が落ちたら屋敷町南の風呂屋へ行ってくれ。店の門に新堀松助と名乗ればその情報屋のところに案内されるはずだ。ずいぶん親切なんだな。この話どんな裏がある？疑り深いね。俺を信じるか信じないかはあんた次第さ。でも信じないで何もしないより信じて裏切られた方が少しは前に進める。夜になったら俺は新堀松助を名乗って屋敷町南の風呂屋に行く。それで情報屋に会えるんだったな。ああ、ただ夜までしばらく時間がある。新選組には気をつけた方がいいよ。分かってるとは思うけど、幕府が連中に京の治安維持を任せてから浪人者は街歩くだけで命、少しでも怪しければ切られるし、時々怪しくなくても切られる。分かっている。待ちなよ。せめて名前くらい教えてってもいいんじゃない？俺も偽名かもしれないぞ。まあそこはお互い様だから。斉藤はじめだ。斉藤さんね、覚えとくよ。そんじゃ。
長州藩のニーボリか。隙があるようで隙がない。不思議な男だな。やったらこのカーラバー